はい、どうも皆さんこんにちは。ゲームはじいちゃんのドラニシというものです。はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。はい、どうも私ドラニシというものです。はい、今回もねギャリーズモッド実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、まあ、今回はね、まあこういうとこに来ましたよ。まあ、前回はちゃんとねシティでねちゃんと遊んでたんですけど、まあ、今回はちょっとね遠出して高速道路に来てます。まあね、まあ、今回やることはね、まあ、僕が乗ってる車がありますじゃないですか。この車を使って向こうに見えるあの丸くなってるあれはまずふざけてるね。まあそこ通せる気はあるのかないのかちょっと疑ってしまうほどなんですけど、まあちょっとあそこで、あ、引っかかった。あれね、まあ通す気はないっぽいですからね。まあ僕は通りますよ、あそこを。まあね、ぐるっと回転してやりますよ。はい、その問題のところに来ました。やばいねこれ、見てみ、これやばいでしょ。これほんと通す気があるのかどうかわかんないよね。まあ、まあ、そういうわけで、僕は、こいつに挑むんですよ、今日。この、ミスタードラニシ。私は、これに挑みます。さあ。まず、この車。まず、スピードが足りない。というわけで、まあ、基本的に何でもかんでも、ジェットつけます。ジェットつけてれば、まあ、基本大抵何でも行くんで。まあその考えが一番危ないんだけどね。で、まずこの、基本中の基本の、この、プロペラのジェットをつけてみたいと思いましょう。これ6箇所つけよう。まあこれ一発でいっちゃったらちょっと動画考えてねえよ。はい、じゃあまあすぐチャレンジですよ。まあいい。失敗はね、成功のもとって言うから。まあ失敗しても成功するんだよ、次は。じゃあ行きまーす。はい、レッツゴー!ゴーです。いきます。まあ、加速しつつ、ここでジェット!さあ、いきます!いきます!おお、え!あお。運転手は、死にました。あー、運転は楽しいなー。いやーほんと、行って!いや、運転って気持ちいいね。もうほんと、楽しいよ。ドライブっていいね、ほんと。ドライブっていいわ。ドライブっていい。ドライブ!実はですね、こうなっております。いやーまあな、何があったんだって突っ込みてよ。これな、なんでこんなになっちまったんだ。まあね、ここを実際、次は飛び越えます。まあね。まあ普通に飛んだらまあこうなるんですよ。はい。まあ今回はね、まあさっきのね、超簡単なステージとはわけが違って、今度はね、距離もあるし、ジャンプ台を作んなきゃいけないっていうのが、ちょっと難しいポイントです。まあスピードはまあいいとして、あとは問題はジャンプ台だよ。この飛ぶ用のジャンプ台。さあ、ジャンプ台はまああるっちゃあるんですけど、これで本当にポーンって飛ぶのかが、一番わからないとこだな。ジャンプ台というのは、まあ、ここにある三角の、まあ、ジャンプ台だよ。まあ、ジャンプ台と言ったらジャンプ台。あれどこだ?こっちかな?あれ?ないぞ?こっちかな?はい、ありました。これ。こういうのを使ってジャンプするんですね。でもね、これでいけるか?一回じゃあこれでやってみよっか。はい。はい、ウェイ。じゃあやってみましょう。レッツゴー!はい、ジャンプ!お!じゃあ行きます。発射 !GO! いて。
ああ、ほーら見ろ、登れちったよ。登れちゃったじゃないかー、うよー。あ、違う、あれだよ、あれ。車がダメだったんだよ、車が。そうで、なんで気がつかなかったんだ。あんなん乗ってるから成功しちゃうんだよ。まあ前回と同様、やっぱバスだよね。もうバス最高。まあ前回のバスとはちょっと違うね、これは。まあ、これまでただジェットつけるだけじゃね、成功しないことはもう全員わかってると思います。まあ一回つけてみよっか。まあ、これで成功しちゃったらもうちょっとね、笑えないっすね。ジェットつけまくる。さあ、じゃあ実際これでやってみましょうか。では、まあ当然失敗するでしょう。いきます！ゴー！ああ、ダメじゃん！そもそもジャンプ台にもたどり着いてなかったっていうね。じゃあ、全部ジャンプ台にしちゃうか。こっからが本番だよ、皆さん。はい。あ、いって！不死身なんですけどね。まず、この、大量に出したこのジャンプ台で。まあ、まず、形を、整えたい。これ、操作がめんどくせ。じゃあまあ、ここをね、ここもね、ジャンプ台にします。見てろ。全部ジャンプ台にすることによって、行く場所を間違えても、まあ、なんかね、ジャンプは一応できる、みたいな。みたいね。完璧です。どうです、これ。完璧でしょ。じゃあ、君だよ。あとは君の問題だ。君のやる気の問題だ。君がやる気を出せばいけるんだ。バス君、行くぞ。僕と君とのコンビネーションを見せてあげよう。行きます。ファイヤーゴー。あー、待って。わかったよ、これ。ジェットが問題なんだな。わかった、わかった。はい、もうわかりました。はい、次クリアだな。こうするんだ。これをすることにより、さらなる安定感が生まれるといいな。では、行きましょう。レッツ！乗れりゃいいんだ、乗れりゃ。あっちに行ければいい。行きます。ゴーゴーゴー！レッツゴー！うわおー！よし、ちょっとね、これ真ん中がちょっとあかんかったな。これもちょっと邪魔だな。はい。まあ、これで完璧。パーフェクトですよ。じゃあ最後。これが最後の挑戦になるよう。レッツゴー！突っかかってるな。ゴー！あ！あー、惜しい！惜しいよ、バス君。惜しい、惜しい。きっちり行くぞー。では、ゴーです。ゴー！うん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 。あ、いって。いった。あ！来たー！やったー、乗ったよ。バスでも行けるってことが分かったね。やったー。じゃあ次の駅は、次のバス停まで行きましょうか。じゃあ行きましょうか。あ、あ、やば、やべ、やべ。あ、やべ。いやー。じゃあまあ、今回はね、まあこういう感じのチャレンジ動画でした。まあ、まあこのね、ヤリズモットも投稿日も遅れちゃうけど、まあね、温かい目で見てくれると嬉しいです。まあ、じゃあ今回はここで終わりで。やったね、無事このバスと一緒にクリアできたよ。やったね、バスくん。やったね。やった。やったね、バスくん。いった、はい。